そう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 、前で必ず、そう、うん、オッケーオッケーオッケー。こんなイメージでいくといいかもしれないです。こうして同じ高さでこう、仮にセカンドサーブとかゆっくりのサーブに対してはちょっとストロークっぽくはなりますけど、基本はリターン、なんか返す用のコンパクトな準備をしたら、あとはこっから前に出す、もしくはこっからストロークっぽく体をしっかり入れて打っていってもいい。ちょっと合わせる練習してみますか。でも女性のシングルスのサーブってそんなすごい速いわけじゃないですよね。どっちかというとちょっと低かったり曲がったり、曲がって逃げたり逆に自分の方に来たりしますよね。だそういうサーブに合わせれるようにっていうことですよね。そうですね、跳ねるサーブではないですね。じゃあそういうサーブをちょっと打っていくので、それをリターンしましょうか。おお、普通にできますね。うん、でここでちょっと開いているんですね。だからもうちょっとグッと入れて腕が前に伸びていくといいです。グッて前に出ていく。そうそうそう、ここでグッて出ていくように。あ、惜しいな。そうそう、もうさっきの高い打点と一緒で前に、あ、ごめんなさい、今のちょっと引くと後ろになっちゃいますね。必ずコンパクトに引いてグッて前に出せるようにする。そう、オッケーオッケー、今のいい、惜しい惜しい、いいですよ。今のちょっと遠い時は一歩二歩大きめに、そう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 、ラスト、あ逃げていくんで頑張ってこう足で捕まえに行く。惜しい惜しい、ガイ、おー、ナイスショット。 OK OK、 いいよ。あでバックもそう、同じくバックもちょっと引いたらすぐ前に持っていけるようにするんですけど、体ごと前に、体ごと前に行ければいいです。手だけとかじゃなくて、はい、前前前、そう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 、腕をこうグッて伸ばしたところで今みたいなところで打てるように、そう、ラスト、そうそうそう、オッケー、オッケーオッケー。とりあえずリターンを返す場所っていうのはさっきの、9個で言うと、まあ、5番には行かないようにする。で一番いいのは2番を目指す。2番っていうのは高さがないとなかなか行かないですね。だから2番の深さに落ちるようにする。で1番とか3番とかは考えなくていいです。基本的にデュースタイルだと1番か2番に落ちるようにするけど、2番で OK です。サイドにね、こう変にずれないようにするっていうことで、まずは2番で、これ試合の流れにもよりますけど、序盤は2番でいいです。でちょっとずつ慣れてきたら1番とか4番とか狙ってもいいです。であとちょっと前入れそうとか、自分が前にガンっていけそうだなって時にストレートリターン、3番に、まあ、6番とかにも打って OK っていうことになるので、最初は2番、とにかく2番打てそうだなと思ったらどこでも狙ってもいいですけど、あ、これちょっと厳しいなと思ったら絶対に2番っていうぐらいのつもりで、2番っていうのは有効なコース、シングルスでは。要はサーブ打ってその目の前にボールがバウンドするってことなんで、やっぱちょっと避けたりとかちょっと下がったりとかいろいろしなきゃいけないので、
だからそれ5番に入っちゃうと普通にパパって前入ってパパッと決められちゃうので、まあ、それを避けるために時間かかってもいいから2番に返すっていうのが大事です。まあ今日風がこう吹いてるんで曲がりやすいですから、それに踊らされるんじゃなくて、やっぱりフォアで取るときはやっぱり自分から大股でやるし、バックでやるときは避け続けて打つぐらいの感じ、避けてあーじゃなくて避け続けてっていうのがポイントです。で左利きだとやっぱ絶対狙われるのはフォアのここなので、ここも同じ考え方としては、避け続けて腕が前に出るようにする。避けてってあーまだ近づくわとかそうじゃなくて、まあ低い姿勢で避け続けるっていうのがポイントです。まあ、リターンって結構大事なのはミスをしないってことは大事ですね。まずだからいいリターンをするっていうことの理想が高いから、それによってミスをするんだったら理想を下げた方がいいし、まあ、だから100点中まあ別に 3,40 点でも赤点じゃなきゃいいやぐらいの感じでリターンしていけばいいと思います。いいリターンをとかそこは考えずにの方が気が楽ですしね。まあリターンもまあいろいろありますけど、基本はそこから入っていく方がいいです。考えとしては最初から難しいことをしたりとか、いいショットを打つっていうことはあんまり考えなくていいかなと。合わせるっていう考えに落ち着かせて、でしっかりそれを徹するという感じでいいんじゃないかなと。シングルスはその辺で言うと、まあダブルスよりも点数の低いリターンでいいと思います。とりあえずあ2番入ったからいいやぐらいの、そんな感じでいいです。おーナイスショー。あー違う、バックがちょっと浮くんで、これグッて前にちょっと右手で押すような感じで前に、そうそうそう、オッケーオッケーオッケー。これ上に行っちゃう癖があるんで、これを前ならまだ抑えられる。 OK、 横ではなくて前で、そう OKOKOK で固定します。そうそうそう、逃げていくんで最後まで足を使って合わせる。足、そう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 、足、そう、はい、足で合わせて、あーしよし、最後ね足で合わせたけど最後に手が出ちゃったんで、手はあくまでリラックス、そうそうそう、上げない上げない、 OK で、ちょっとだけ近いんで、まあ、近かったら近かったでグッて自分が寄れば抑えは効くんで、おっとナイスキャッチ、ラスト、はい、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス、おナイス、いいよ、準備、さあ準備したらすぐ前に、準備前、そう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 、でなるべくこの辺狙って、はい、おおオッケーオッケー、はい、そうそうそう、足で合わせて、オッケーで、ここね、あー最後ここね、体足、もう一球、もう一球バック、そう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 、まあ手っていうよりはメインは足と体で、そう足が止まってるってわけじゃないですけど、最後のここが結構強い、遅れちゃってるから遅れるのをなんとかしようっていう感じ、それをできたらもうここでいいと思うんですよ。例えばインパクトの角度あるじゃないですか、これをここを保存したままこれだけで合わせるようにする、これどこ動いてますか、体ですよね、
そうで、あとは後ろ、後ろ足から前足ってやすればこれだけで打てるわけですね。あ、まずいと思ったらこんだけ引いて、この形でこんだけ引いて、あとはこれだけ、そうそう、あ、これでいい。そうで、それにこれが入っちゃうとダメなんですね。だからあの、その右手左手の高さの差が結構出過ぎちゃうのが原因だと思う。こんなイメージでいくといいかもしれないです。こうして同じ高さでこう、中井さんこういくからもうこの時点で落ちちゃうんで、そうそうそう、これこのまま乗せっぱなしでいけるようにする。まあ癖ですね、これは癖ですよね。この癖直さない確かに。